良くなったところはこう大事に自分が良くしたっていうような自信を持って、はい、あとはそれ足りなかったもの何か、多分若林先生のこの良くなったところっていうのが、はい、多分いまいちなんとなく感覚的に良くなったなって思うんですけど、うん、こうやって改めて振り返ってみて、はい、なんで良くなったかっていうのをこう一旦言語化っていうのが大事で、もちろんその若いうちは感覚的に直しちゃうっていうのももちろん大事なんだけど、これが良くなってこういうプロセスでってい う, こうお医者さんにも説明するのが大事なんで、こうやって先生この人がこのしゃがみ込みが良くなりましたっていうのを喋ってっていうのが結構大事かなと思って、で繋がってないとこそうやったら見えてくるし全然関係ないやんっていうとこもあるし、こうやっていろんな枝葉をこう払っていくことによって自分の見えてる世界と見えてないところっていうのは結構分かりやすくなってくるから、はい、見える化してった方が自分の、うん、思考もまとまりやすいかなってすごい今日感じたので、言語化して見える化してちょっと整理していきたいと思います。